皆さんこんにちは。今日はですね、またジップカーなんですけど、アメ車です、本当のアメリカの車、フォードの、エスケープですかね、を借りてみたいと思います。まあ、ジップカーなんで、まあ、時間1時間単位で借りられるので、今日は1時間半ということで借りてます。まあ、料金はざっくり15ドル弱、税金とかは、まあ、入れてそれくらいかなというようなところです。でいつも、まあ、最近日本車、アメリカを走ってる日本車、シビックとか CRV とか、インプレッサとかだったんですけど、アメ車じゃないじゃんっていう、まあ、話もあるかと思いますし、まあ、実際ちょっとアメリカの車がですね、どうなのかっていうのをもう少しちょっと自分なりにも確認してみたいなと思います。まあ、そんな中でですね、なんかこう日本車と違うところとか、逆に、まあ、アメ車が日本で売れない、なんか理由がですね、まあ、分かれば、逆になんかこう日本で売れる理由が、まあ、ごめんなさい、理由じゃないですね、なんかこう売れるポイントが分かればいいかなと思います。じゃあちょっとまた少し走ってみたいと思います。まあ、これはいわゆる SUV ですね。まあ、競合で言うとおそらく CRV とかが、またRAV4もなるんですかね、ローグとか、まさにアメリカで売れてる SUV、 日本車でアメリカで売れてる SUV の競合かなと思います。まあ、ちょっとまだ乗り始めたばっかなんで何とも言えないですけど、まあちょっと第一印象、ちょっとなんかシートが硬いかなと。これはこのシートの硬さは何なのかな、これは。本当お尻がちょっと今まで乗ったCRV とかシビックとかちょっと違いますね。これはまあたまたまなのかわからないですけど。右方向です。その先左方向です。まあ、グレードはそんなに高いグレードじゃないとは思うんですけど、まあ、ハンドルも本革シートじゃないんで、ただちょっと驚いたことにパワーシートがついてるんですよね。ジップカーなんですけどパワーシートがついてるんで、ちょっとそれは驚きましたね。左方向です。あ、加速もあれですね。まあ今のところまあ普通に、これはマニュアルモードがないバージョングレードですね。なんて言えばいいんですかね。まあいつも通りですけど普通に走りますね。特に可もなく不可もなくなんですけど、ちょっとやっぱりシートが硬い、ちょっとなんか板の上にクッション置いてるようなイメージですね。この車がたまたまジップカーで下手ってるだけなのか、そういう仕様なのかちょっと分かんないですけど、ね、あとはそうですね、まあ、ステアリングも、まあ、特にそんなまん丸ではないんですね。ちょっとなんか気持ち楕円っぽいような、であとここにちょっと10時10分に持ちやすい部分があって、まあ、この間乗ったスバルのインプレッサーは逆に言うと、まあかなりまん丸で、ちょっと大きいステアリングっぽかったようなイメージがありますね。ここになんかこうインプレッサー持つ部分もなかったんですけど、最近でもここなんか持つ部分多い車あり、ごめんなさい、持つ部分が多い、ちょっとなんかスポーツタイプを意識してるのかわからないですけど、この間ちょっとステアリングで思い出したんですけど、これちょっと今カメラで見えないと思うんですけど、ハンドルの下がなんか平らになってる、いわゆる D 字みたいな
ハンドルが最近多いなと。で、日産の新型の、なんだっけ、アルティマ、ごめんなさい、アルティマだ、アルティマ、あとまあ、その上の日産のマキシマもこう平らだったんですよね。で、まあ、私はスポーティーな、ドライビングをイメージしてそうしてるのかなと思ったら、ちょっとこの間ロサンゼルスのオートショーで日産の人に聞いたら、まあ、そういうわけでもないと。で、要は乗り降りするときにここは平らじゃないとなんかももが当たって降りづらいと。まあアメリカ特有な話だなと。まあちょっと大きい方多いので。で、あとその下が平らだと、まあ日本人だと結構こう10時10分とか9時15分とか、まあこの辺持てっていう風に教習所で習うと思うんですけど、なんか慣れてくるとなんかこう下を持つみたいな、このなんていうんですかね、時間で言うと7時25分みたいな、ここをなんか下をこう持って運転するのが楽だと。まあおそらくまっすぐ高速道路を走るというのが多いと。確かに直線を長距離走る場合、ハンドルこう持ってるよりは、まあこう持った方が、下に持った方が楽なのかなと。まあその時こうまん丸よりは平らな方が持ちやすいと。まあそういう二つの理由で、まあ乗り降りするときに膝に当たると。で、あとはここ、下を持っていた方が楽だと。いうちょっと日本ではですね、なんかそんな発想は私なかったんですけど、どうもそういう理由だと日産の方は、言っていましたね。で、ですから、ただ私セダンだと、まあここがね、ももののところが、ももとハンドルの部分が、当たっちゃうからしょうがないかなと思ったんですけど、なんだっけな、ローグだったと思うんですけどね、SUV でも一部そういうのがあったので、ああ、なるほどね、と思いました。ただ、ムラーノは違ったと思いますね。だから、SUV は基本、そんなに膝が当たるってことないと思うんですけど、なんかセダンは、そういうことがある、というのを聞きました。まあ、すみません。ちょっと話を、この車に戻します。で、まあ、乗った感じ、そうですね。どうだろう、気持ち、なんか着座位置が高い、なんかイメージが感じですね。これもまあ別にパワーシートで設定すればどうでもいい話だと思うんですけど、まあ、装備も基本的にはそんなあれですね、日本車と変わらないかなと。ハンドルがちょっと気持ち重いような気がしますけど、まあこれはもう好みですからね。まあ、普通にあれですね、加速もするし、アイドリングストップがついてるんですね。そう、結構アメ車燃費を気にしないみたいな、バカでかい車みたいなイメージばっかりなんですけど、結構エコにこだわってる部分もあってですね、アイドリングストップが標準でついてたりとか、あとエコを表示する、なんていうんですかね、このメーターのところに今エコ運転ですとか、どんな運転結果でしたみたいなのがこう出るような、まあ、日本車でもありますけどね、まあ、そんな感じで平均燃費が出るとか、意外とそういったなんかエコな部分も出てるのが今のアメ車ですね。日本車と比べても違いが、まあ、違和感っていうんですかね、ないと思います。おそらく車興味ない方に日本車とこれ並べて乗って
あの社名すらメーカーも分かんないな、あの全く詳しくない人に載せたら、まあどっちがアメ車かって言われてもまあ分かんないっていうかなと思うんですけどね。ただあの前回もお話ししましたけど、そんな状況なんで、じゃあこれを日本に持ってって売れるかっていうと、それはちょっと微妙だなと思います。あのまあもうフォードさん撤退しちゃいましたけどね、一回。そんなですよね、よっぽどフォードが好きとかじゃないとわざわざこれ買わないかなと。あと値段も日本にここから輸出するわけですから、そのコストが乗るので、同等の車よりは絶対高いと思うんですよね。外観なんですけど、まあこんな感じで普通にSUV ですね。5人乗りです。で、フォード一番大きいやつはエクスペディションっていうの乗ったことあるんですけど、まああれは8人乗りでも本当に大きい。で、その下ね、エクスプローラーっていうのを日本で売ってたんですけど、まあ、エクスペディションはとにかく大きかったと思います。あれですね、たまたまですけど、目の前にホンダの CR-V が止まってますけど、まあ見た感じ強豪かなというふうに思います、はい。内装なんですけど、まあなんですかね、特に当たり障りがない内装なのかなと思います。まあこの辺のメーター周りも、そんなめちゃくちゃ高級感があるってわけじゃないですけど、まあ普通かなと。で、まあここはちょっとなんかこう何ですかね、こう広いイメージがあるんですけど、まあこうラジオとか、使いやすいように配置されてるかなと。下がエアコンですね。でエアコンはまあ、見えますかね、こんな感じで、まあ、デザインは違いますけど、機能は日本車と一緒ですね、これは。ここにまあ、アイドリングストップのボタンがあったりというところですね。内装に関しては以上です。あと、エンジンのスペックなんですけど、これはあれですね、SE というグレードで、まあ、本体価格$26,000ぐらい、まあ、ざっくり270万円ぐらいだと思うんですけど、1.5 リッターエコブーストターボで179馬力ということですね。なのでまあ、日本車の 1.5 リッターターボって結構ありますよね、ダウンサイジングターボとか、まあ、そことスペック的にはそんなに変わらないのかなと思います。あとちょっとボンネット今開けようとしたんですけど、開け方が分からなくて結構手こずりました。で結果的に向かって左手のところに黄色いレバーがあって、まあ、それを引けば簡単に開けられたんですけど、まあ、そういったところも、ちょっとアメ車独特なのか、まあ、知ってれば済む話なんでしょうけど、日本車だとどうしても正面のところに、ちょっと指入れて押せば開くっていうイメージでやるんですけど、どうしても開かないなと思ったら、まあ、結局左のところに黄色いレバーがあって、それを引くと真ん中のその止めている止め金に連動してて開くということで、ちょっとやっぱりアメ車は馴染みのない方は困っちゃうかなと。まあ、でも自分で乗ってればですね、まあ、それ一回知っておけばもう問題ない話なんで、そんなに深刻に考えることはないかなと。まあ、レンタカーとかだとちょっとっていう風になってしまうと思います。今からジップカー返却に行くんですけど、ちょっとまたスピード出せそうなとこあったらご紹介したいと思います。
一応179馬力ということで、そうですね、まあ加速も日本車と比べてそんなに悪くないと思います。どうかな、気持ちちょっと静粛性が良くないかなって、ちょっとエンジン音がうるさいかなっていうイメージがありますね。ちょっと CRV と比較した時に、遮音性っていうんですかね、あと後ろの席も、まあ、SUV なんで広いんですけど、なんか最近の SUV って後ろのシートをなんか前にスライドしたり後ろに動かしたりできますよね。あの三菱のエクリプスクロスもできるんですけど、私の RX350 もできるんで、まあ、私はあの高級 SUV ぐらいしかないのかなと思ったんですけど、まあ、最近はそれがあの標準になってきてるのかなと。あれはいいですよね、あの普段そんな大きな荷物乗せることもないわけですから、後ろの席もあのスライドして後ろに全開下げちゃえば後ろに乗ってる人も広いですし、で、まあ、どうしてもちょっ と密室スペースに大きなものを置くときは椅子を前に出す、臨機応変に対応できるっていうのは、私はなんかそれはあのいいなと思ったんですけど、実はこれエスケープはですね、なんかその機能はないですね。今見たんですけどシートは動かないですね、後ろのシートは。あのもちろん倒れますけどね、あの倒れるんですけどシートをスライドするってことができないんですね。まあ、この車だけなのかたまたまなのか、アメ車がそうなのかちょっと分かんないですけど、それが違いですね。アメリカのちょっと私の個人的なあの意見なんですけど、煽りってあんまりないと思ってます。煽り運転日本であの問題になってますけど、結構こっちの人はですね、あのドライで、あのもちろんあのなんかドライバー同士でいざこざとかあるんですけど、結構あのすぐですね、あっさりあの文句言っていなくなりますお互い。ですからいわゆる中指立てるとか、あとはあのこう両腕をまあこんな感じ、まあ、いわゆるオーノーみたいな、これがまあ、あのアメリカの定番なんですけど、だからそれをやって、まあ、あのお互いいなくなるということで、あんまりあの日本のように本当にあの意識して煽って車間詰めてっていうのは私は見たことがないですね。ただ逆に悪気はないんですけど、車間距離を詰める傾向が日本よりあると思っていて、で結局まあそれであの軽くごっつんこしてしまって路肩で、パトカーを待つと。で車自体そんなにダメージはないんですけどね、ダメージはないんですけど一応事故だということで、路肩とかまた道の横に止まると、そうすると、通行の妨げになって渋滞が発生するというのがアメリカの道路の、まあ、あるあるですね。とか目の前あれですね、自転車のお二人がいますけど、アメリカ結構自転車が市民権持ってて、あの道路は自転車乗ってる人と車のドライバーはあの権利を共有してるっていうのがあの運転免許の試験にも出るんですけど、結構自転車も市民権を得てます。専用道路っていうんですかね、ありますし、道路の横にですね自転車用の道と、でそれがない場合は車道を共有して走るというふうに、あの教習所っていうか教習所じゃないですね、あの試験には出ます。今のところジップカー乗っててラッキーなのがガソリンが4分の1より多い、まあハーフぐらいいつもあると。でジップカーのルールで4分の1になったら入れなきゃいけないという、自分で入れなきゃいけない、後の人のためにですね入れておかなきゃいけないっていう、まあ、ルールがあります。なので東海岸にいた時は結構私
貧乏くじというか馬場を引くっていうんですかね、入れる羽目になったんですけど、こっちに来たらたまたまでしょうけど、だいたいハーフぐらいは入ってますね。目の前ホンダの CR-V 新車ですね、綺麗ですよね。やっぱり多いんですよね、アメリカはこれ売れてます。エスケープ、フォードのエスケープはグレードは真ん中ですかね、3つあったのかな、 S があってその上が SE なんで、まあ、これ SE ですね。でその上にさらに SEL っていうのがあります。一番下の S は 2.4 リッターの NA ですね、エンジンが。でこれは 1.5 のエコブーストという設定になってます。これ左前あの BM の X5 ですね、これ日本でも売ってますよね。日本にいた時は本当大きいなっていう印象だったんですけど、まあ、こっちでも大きいですけど、もちろん大きいんですけど、まあ普通かなと、まあ、ミドル中型 SUV よりはちょっと大きいですけど、 CRV とかは中型っていうんですね、まあ、私の RX350 の競合なのか、でも気持ちこっちの方が大きいような気がしますけどね、うん、まあでもフォードのエクスペディション1回乗って、あとフォードの F150 っていうピックアップトラックも乗ったんで、まあ大抵の車には乗れるなという自信はつきましたね。でフォードのエクスペディションはまあ、あのクラス、キャデラックのエスカレードとか、リンカーンナビゲーターとかのクラスなんですけど、大きいんですけど、逆にあのセンサーが前後左右ついてるんで、なんていうんですかね、意外と狭いところでもギリギリまで攻められるので、逆に安心っていうのがありましたね。右前左前とか後ろとか、カメラとセンサーがついてるんで、うん、意外となんか運転できるなっていう。だから日本でもやってやれないことはないのかなと、うん、まあほとんどの人が無理でしょうって言うとは思うんですけど、まあそんな感じですかね。また大学に戻ってきましたんで、じゃあフォードのエスケープは以上になります。